ガールズアワード、10人の、年下彼氏、に会場熱狂大西風ー,ーマ丸コーラが、キラキラランウェイ。ABC テレビのオムニバスドラマの第2弾、年下彼氏に、が19日、千葉、幕張メッセで行われたファッション音楽イベント、楽天ガールズアワード2024オータムウィンターで特別ステージを展開。 ビル関西の大西風が東丸港、アムビショースの裏陸と、吉川太郎、ボーイズ B の伊藤敦志、角心太郎、関西ジュニアの渡辺大河、森ケイン、元茂明と、岡野健やかの10人が登場した。写真、キュートなポーズを決める岡野健やかと見守る、お兄ちゃんたち。純白衣装に身を包んだ10人は、 大西とトーマを先頭にランウェイ。観客に手を振りながら、爽やかにステージを彩った。MC の山里亮太が、隣に並ぶのが怖いよ、と恐縮するほどの美しさを放った10人は、各の産毛恋です。お筆頭に個性的な挨拶を披露し、笑いも誘った。大西は、僕たちの年下彼氏。 はこれからもまだまだ続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと呼びかけ。最後に伝えた、大好きですには、悲鳴に近い歓声が漏れた。今作は2020年に、何は男子、A、グループ、リル関西のメンバーが、様々な年下彼氏を演じたシリーズの第2弾。今回は、 前作の出演から躍進的な成長を見せるリルカンサの5人に加え、関西ジュニアのメンバーで開催されたオーディションを突破した14人の合計19人が主演を務め、全17の物語をオムニバス形式で届ける。毎週土曜日深夜0時25分から関西地区で放送されている。放送終了後、TVer で見逃し配信。 DMMTV で独占見放題配信され